皆さんこんにちは、まわりです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はあらゆるものを煙に巻くイブシギンポケモンガラルマタドガスにスポット当てで動画を作りました。持ち物は毒タイプのポケモンの HP を少しずつ回復する黒いヘドロ。特性は専用の特性化学変化ガスですね。化学変化ガスのポケモンが場にいると全てのポケモンの特性の効果が消えたり発動しなくなるという特性になってます。性格は控えめでステータスこんな感じになってますね。はい、技構成はワンダースチーム、ヘドロウェーブ、火炎放射、挑発ですね。それではこのマタドガスで、化学変化ガスを使って相手の特性を引っぺガスという動きを皆さんに見せていただければなと思います。それではどうぞ。お、対戦相手が見つかりました。雄兵さん、対戦よろしくお願いします。よーし、やるぜ。よいしょ。な、すげえパーティーだな。すげえパーティーだな、これ。どうすればいい？どういう。ルカリオか。ルカリオがちょっと面倒か。ドリューズは悪くないな。ドリューズがいると、相手の。シザリガーはいまいち。相手のカバルドンを倒したいなったら、初手シザリガーは悪いだけど、先制技持ちがシザリガーしかいないからな、そこをちょっとうまく使わないといけないな。エレザードか。ドリューズ先発で、いや、エレザードからだな。エレザード、マタドガス、エレザードでアップリを突破できない。アップリが来たらマタドガスに変える。マタドガスはでもあんまり他のポケモンに刺さらないな。ドリューズだな。この3体でいきます。よーし、ゆうへいさん対戦。ゆうへいさん。あ、わかんない。ゆうへいさん対戦よろしくお願いします。赤い。カバルドン、よし。カバルドンは、お、サファリボールだ。へぇ。カバルドンは、砂起こし。あくびカステルスロックだと思うけど、身代わり。あくび、よし。波乗り。おー、洗い流せ。いいダメージ。飛ばし、よし。今のところステルスロック任せない動きはできている。マタドガス、化学変化ガスで砂起こし無効。ただし砂嵐はすでに起きている。ここどうするかな。ステルスロック巻いてきそうだからな。ワンダースチームで落ちるかな。ワンダースチームで落とすことを狙うんだったら、いや、分からん。これはフェアリー技、鋼、マタドガスはダイマックスすれば一発ぐらい耐えそうだけどな。あー、サーナイトは無理か。ダイマックスは切れないな。ここはワンダースチームで落とすしかない。よし、当てる。さあ、カバルドンを突破しろ。えらい、よし。オッケー、ステルスロック任せずに勝負をなんとかスタート切れましたね。マタドガスのこのほどほどの火力がちょうどいい働きをしてくれたって感じがするぜ。
サーナイトいるかな。サーナイトかルカリオがいたら出てくる場面だと思うけど、悩んでるな。丸役で、丸役で、役でか。そうだな、多分物理アタッカーなんだよな。特防が高いかな。ダイマックス切っても良さそうだな。ダイアシッド2発で落とせるか。いや、丸役でか。ちょっと分からねえな。裏おそらくアップ竜なんだな、これ。丸役でがこちらのマタドガスの特殊攻撃に対して耐える技をどれだけ持ってる。はたき、はたきはちょっと嫌だけどな。達人の帯が、あ、黒いヘドロか、黒いヘドロがはたき落とされると。さあどんだけ入る。おお、しょっぱ、ちょっと微妙なダメージだけど、まあ特攻上がったのでよしとしましょう。砂ダメもあるし、もしかしたら次のターン落ちるかな。アシッドレ、さあまたドガス、相手の、そっか、相手の特性無効になってるから、ダイバーンもここは悪くないな。炎の無知、相手の攻撃力は上がるからよくないか。防御が下がった。さあダイアシッド、ここで落としてくれると助かるけど、 OK、 ナイス火力、いいですね。丸役でを突破。さあ相手ラストが、ルカリオ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 か、ルカリオか。なるほど、防御下がってると鋼技効いちゃうよな。大フェアリーでいいか。大フェアリーでいいな。お、ダイマックス切ってきた。よし、いいぞ。まあ、多分ルカリオをダイマックス切らないとマタドガスを突破できないと思うだろうな。あのマタドガス防御力が高いポケモンなので、いくらルカリオといえど特殊型でもない限りは、マタドガスの突破に自信が持てないと。よし、まあマタドガスはよくやった。ここはいい動きができたんじゃないか。ルカリオ防御上がって、さあここだな。エレザードから入った方がいい気がする。基本ルカリオの方が遅いので、ここは身代わりから入るか。身代わり、ダイナックル、よし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 、攻撃力上がるけど負け筋はなんだ。先制技持ってると思うから、このターン身代わりしちゃうとダメなのか。このターンは普通に殴んないといけない。
10万ボルトで。よし、エレザード10万ボルト、ほどほど、よしよし、ダイナックル、オッケー、これはいけるんじゃないか。ルカリオがスカーフだったら負け、どうかな。サイケドリューズ、ここで相手のダイマックスが終わる。多分タスキだと思うんだよな、ルカリオ。地震、さあドリューズ、お前が巻いてるのは何だ。そう、こだわりスカーフ、相手のルカリオをその自慢の素早さで貫け。あれ、あ、そんなもの、危ねえ、こ、怖っ、危ねえ。てか特殊型だったか。あー、よかった、怖かった、いや危なかった。ルカリオ突破、ユーヘイさん対戦ありがとうございました。勝った、よかった、強かったな。マタドガスがいい活躍しましたね。さあ1万3000位、相手が強いんだよな。対戦相手見つかりました。ジャムさん対戦よろしくお願いします。ランク下か、3万位なのでここは勝ちたいところ。バイユール、そうだな、これはシザリがいいんじゃねえか。シザリが悪くないな、シザリが行こう。シザリが、シザリが、どうしようかな。マタドガスはパルシンのスキルリンクを無効にできるので悪くないな。ただモフモフを無効にしちゃうから炎技の通りが悪くなっちゃうんだよな。エレザードはちょっと微妙、ドラパルト対策が薄い気がするのと、相手のドリューズに弱いか、この2体だと。ブラッキーかな、ブラッキーは、ブラッキー入れちゃうとバンギラスに弱いか、だったらドリューズか。ブラッキーかな、ミッキーに薄い気がする、ちょっとやばいかな、選出間違えちゃったかな。ジャムさん対戦よろしくお願いします。ジャムさんかわいい、この目好きなんだよね。おお、かっこいい、セクシーじゃん、いいね。ベウル、ベウルか、シザリが、いやー、ここはコットン積まれちゃうよな。持ち物が何か分かんないけど、いや、分かっ、ん、バイユ早いんだよな、このポケモン。はたこ、多分オボンかフィラ、高速移動やば、知らない技してきた。挑発入れてな、しまった、挑発から入るべきだったか。サンドミ、おー、またドガスで、サンドミってなんだっけ、急所だっけ、なんだ、不穏な雰囲気するな、これ。モフモフ向こう、研磨いい、あー、バトンかこれ、バトン先を考える。高速移動と剣の前を積むってことは、ドリューズか、もしドリューズが出てきたらもう止まらないな。一番警戒すべきはドリューズな気がするな。大盤、いやー、わかんない、解放者で、なんか甘い気がするけど、身代わり
あー、舐められてるな、これは。ほしゃ、さすがに身代わり割れるだろう。え、割れないの？バトンタッチか。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、またドガスが。これまずいな、バトンタッチだよなきっと。バトンタッチ、あー、補助技しか持ってねえじゃんこいつ。挑発入れとくべきだったか。なんだなんだ、何が出てくる。ドリューズだけはやめてくれよ。パルシェンか、パルシェンか。あー、なるほど、上がってんのは攻撃2段階だけだよな。スキルリンクも発動してないし、大フェアリーでいいんじゃないか。パルシェンだったか、パルシェンだったらまだまだ全然勝機あるな。ドリューだったら危なかったけど、他はまたドガスの強さを見せると思う。サッパルシェン、つららばり一発急所か、50ダメージ、2発目30ダメージ、3発目大体30ダメージか。 OK、 3回さあ効かねえな、大フェアリー。パルシェン突破、お、サスキじゃない、残念だったな。いやー素晴らしいですね、化学変化ガス強いな。スケルリンクみたいな特性も無効にできるっていうのは型破りとの違うところですね。もう一回バイウール来るかな。もうバイウール出番ないと思うけどな。高速移動、バトンタッチ、剣の舞、身代わりでしのいでくるってことか。なるほど、じゃあダイアシッドの起点にしよう。よし、次のターンはもう回復もできないんで、ダイアシッドで起点にして終わりかな。またのが特攻上昇、そして黒いヘドロで回復。もう一段階欲張ろう、ダイアシッドだな。ダイフェアリーは張り直すこともできないし、剣の前まあやることないからな。さあダイアシッド特攻上昇させるぜ、バイウール突破。相手のラスイッチはダイマックスすれば他のマタドガス、少なくともマタドガスを突破できるっていう算段なんだよな。なんだろう、なんかバンギラスとかの気はするけど、でもあそこで、ああ、バンギラスか、バンギラス砂嵐発動しない、あ、砂起こし発動しない。いやー、マタドガスのいいところ出てるな。さあ特攻も2段階上昇した、そしてフィールドはミストフィールド、ここでワンダースチーム当てればバンギラス突破できるだろう。さあ特攻2段階上昇、ミストフィールド補正付き、バンギラスダイマックスか。ここ大ロックだよな、特防上げてくると思うんだよな。さあバンギラスダイマックス、ただ物理型じゃあうちの、オッケー、上取ってる、超効くね、いい火力、弱保、まあそれはしょうがない、まあ弱点保険は甘んじて受けよう。ダイスチル、あー、それは多分落ちちゃうな。オッケー、またドガスよくやった。さあバンギラス防御上がって、そうだなー、あ、ここで砂起こし発動、ふーむ、うーん、
素早さ上がってないし、またノガスで上取れたってことは83、88、よし、シザリガーで上が取れるってことだ。シザリガーで殴って勝ちだな。さあバンギラス、ゲームエンドだ。アクアブリック、オラー、バンギラス突破。いやー素晴らしい。オッケー、ジャムさん対戦ありがとうございました。いやーマタドガス強かったですね。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。